トビイロケアリは、八目アリかケアリ族に属するアリの一種である。女王と働きアリで大きさが大きく異なり、ケアリ族の中では大型種。公園などでごく普通に見られる種類である。働きアリの体長は2.5から3.5ミ、mm、リメートルなのに対し、女王アリの体長は7から9ミリメートルになる。いずれも全体的に黒化試をしており、働きアリは、 頭部が大きく発達している。腹部、頭部に通常20本程度の立ち毛が見られ、形態はヒメトビーロケアリに似る。しかし、ヒメトビーロケアリは立毛がほとんどなく、より小型である。本種は多産なことで有名で、かなり成熟したコロニーは数万個体に達する。また、アブラムシとの共生関係でも有名であり、アブラムシの蜜くをもらう代わりに、 天敵の天頭虫から守るという生態を持つ。巣は、朽ち木や枯れ木の近くの途中に映像する。性格面では、女王は臆病で、働きありよりも素早く逃げ惑うことがよくある。アメーロケアリやクロクサあリに一時的社会規制されることがわかっている。端子性で、一つのコロニーには一匹の女王がいる。ユーシメス結婚飛行は7月から8月の早朝に行う。 トビび色ケアリの禁煙種、ハヤシケアリは10に飛来することもあり、シユーの大群がカバシラを作ることがある。交尾は空中で行われ、交尾を終えたオスはそのまま死亡する。一方メスは、巣となる場所を探し歩き、巣を作る。最初の巣は、部屋が一つしかなく、身動きができるほどの小さい部屋で散乱する。ありがとうございます。